皆さんこんにちは TAC CIA 講座です、えー、この動画ではですねパンフレットを用いて公認内部監査人 CIA の資格についてお伝えさせていただきます、えー、それではよろしくお願いいたしますはいそれでは、えー、パンフレットをですね、えー、見ていきたいと思います、えー、まずですね一ページめくっていただきまして二ページからですね一緒に見ていければと思います 2ページ目上部のところですね。組織の崩壊を防いで企業価値の向上を目指すのが CIA というところですね、はい。CIA、公認内部監査人ですけれども、米国から来ている資格ではありますけれども、日本でもですね受験をすることが可能でございます。えー、どのようなことを勉強するかといいますと、ちょっとここを読みますけれども、えー、内部統制、内部監査に関するスペシャリストを所する国際資格ですと。 組織はその構成員を守るために内部統制の有効性を評価改善を促し組織が目標を達成することを支援いたします現在世界約150カ国800か所,所以上の会場で実施がされているというところになりますのでこの分野の資格で考えればですね CIA というのが一番有名な資格かなというようなところでございます。 およその学習時間はというような形で書かせていただいておりますけれどもまあ300から400時間ぐらいかなというようなところですね。ただここはですね全くの初見の方というよりはですね試合勉強される方は内部監査部門にですね従事されている方が多いですのである一定の実務経験がある方が勉強をして300から400時間ぐらいかなというようなところで押さえておいていただければというふうに思います。 その下に、CI、はホーームドクター理論にフォーカスなんていうふうにありますけれども後ほど別の動画でご紹介させていただきますけれども、まあ、IIA という協会がですね、まあ、この資格実施しているわけでございますけれども協会さんがですね、えー、まあ基準書みたいなものを出しておりますので、まあ、そこからも結構問われるかなというようなところでやはり国が違っても 組織が違っても内部監査人として守るところはこういうことですよってようなことをですね言っていたりしますのでまあ理論的な問題も問われると思っていただければと思いますではお隣の1ページに移動したいと思いますタイトルのところですねえなぜ組織体に CIA 公認内部監査人が必要なのかというようなところですはいえここも一緒に読んでいきますけれども 近年組織体であらゆる問題、粉飾であったりとか品質を偽ったりだとかまあ生じてしまうことがあると思います。そういった場合ですね、内部統制だったりとか企業統治が正常に機能していないことがまあ一つの要因なんではないかというところでございます。グローバル化インターネットの発達などによって世界は人、物、お金、情報が国境を越えて瞬時に行き交うようになりましたと。 組織に対する価値観にも変化が生じておりますので以前にも増してより高い倫理性高い透明性ですねこの辺りですね求められる時代に突入をしておりますとはい昨今の不祥事から試合で学習するまあ内容というのはですね知識というのは監査をする側だけではなくてですねまあ実際現場で働かれている方含めて組織の方全員がですね知っておくべき内容というところでございます。 その下図がありますね、まあ、会社がありまして会社を外部からチェックするコーポレートガバナンス企業統治というものも考え方もありますしまあ組織内部でですねまあ組織内部のこういった企業が適切な事業活動を維持するために独自に構築する社内ルールや管理体制などの仕組みですねはいこういったところをですね きっちり動いているのかどうかを見ていこうよっていうですねまあ内部監査ですねこういったところも試験に出ますので合わせて押さえていくというところになりますはいではですね最後に合格率のところですねごめんなさい合格率じゃないですね合格者数ですね見ていきますまず合格者数というのが 累計です日本で累計でまだ9409名しか合格されていないというような試験になっております19年単年で見ても476名という形になりますので今勉強していただいてですね合格された暁にはですね希少価値の高い人材といっうたうところでですね自分をアピールできるという資格でございます先ほどちょっと合格率というふうなお話をさせていただいたんですけれどもこの試験ですねあの教会から 何名受験をして何名合格して合格率が何パーセントだったというものが表に出ておりませんのでちょっと正確にはですねあのデータがないというようなところでございます。およそになりますけれども、まあ 2三3 0パーぐらいなのかなというのはあの言われてたりするんですけれどもちょっと正確なデータではないのでちょっとここではですね明言させていただくのを控えさせていただきますけれども分かっているのは年間476名が合格されたというところでございます。以上がですね CIA 試験資格についてのご説明になりましたどううもありがとうございました。